ああ、街にあるよくあるやつだなみたいな感じだったけど、あれはもう一回食べたいなでもないんじゃないですか。なんですか。味変で、ラーメン屋さん。ベースのほら、ラーメンはもとのラーメン。そうですそうです。大宮ラーメンの。そうですそうです。はい。あのラーメンだったらまあ、こういうの街に1軒あるといいけど、そこまで一般に行かないなみたいな感じだったのが、はい。まあもちろん、俺も欲しかったんですけど、はい。行ってみたいなと思って。はい。食べたいなと思って。面白いですよね。ああいうなんかポコッと乗せるので、味が変わるんだったら、なんか今度はベースが豚骨のスープに、それこそなんかああいうこうグリーンカレー味とかなんかわけわかんねえのトッピング出して溶かすとなんかその味になるから。おお、じゃあ。はい。あ、すいません。これ今日今からしようと思いました。ラーメン食えなし、試合も見ながら。すみません。おっ、これラーメン。これラーメンっす。マジっすか。え、散歩しに来たんですか。いやいや、買ってやよ。で、今ラーメン、駅伝するって言ったらラーメンやってるし、作ろうかなと思ったけど、今度はここですかね。そうそう。地方で。どこのがうまいですか。東北の方がうまいですか。金沢も。あ、そうなんですか。金沢ってなんか金沢のラーメンっていう。金沢のね、歴史的なラーメン。そうなんですか。金沢行かねえ。邪魔。邪魔。残念ながら。マック。ありがとうございます。はい。
ごちそうさまでした。ありがとうございます。匂いがすごいね、さすがにニラの。はい、すいません、卵トッピングお待たせしました。はい、全部のお寿司です。どうもありがとうございます。お待たせしました。辛いのあるとこがいいよ。なんか入れるんでしょ。うん、後で入れて、だって味変させろとかが入ってたよ。卵も最後ですよ。置いておいて、俺動画だからさ。遠すぎて入らない。全然遠くて入る。昨日かけたらね、なんかだけど昨日。勝也映してもらえばいいじゃん。一緒に。いや映して。じゃあ映して。ずっとこれ持ってたの。カツヤだよ。今日私はカズキだよ。フランドキだよ。
の彼の熱い応援ありがとうございました。こっち来てほしいね。だってカズキいや写真は撮れないけど動画だから。ありがとうございます。ありがとうございます。今回は参加していただいた選手とアンタルからご一緒に参加してご紹介をさせていただきます。2019年石原克也と向井の仲間たち、1番ゴールキーパーアンタルの広瀬、3番ディフェンダー富田大輔、6番ミートミドルマルキューネスコー、8番ミートミドルキングコボラ、10番ミートミドル東条コーチ、10番ミートミドルリザーアーチ、11番フォワードアーモトル、13番ミートミドルスリップ、14番ミートミドルヨシノコ、15番ミートミドル